はい、皆さんこんにちは。ワナレグルフジです。今回は提督の決断をパープキットをプレイしていきたいと思います。で、今回プレイしていくのはですね、まあ、引き続き、ショートゲームモードをあと2つプレイしたいなと思っています。で、今回はそのうちの1つですね、レイテ沖海戦、こちらをプレイしていきたいと思います。では早速レイテ沖海戦見ていきましょう。1944年10月、日本軍航空戦力の撃滅を図った連合軍は台湾フィリピンの日本軍基地を空襲した。迎撃した日本軍は空母 19隻を撃破大破させた大勝利と判断したが、実際は巡洋艦2隻の大破に過ぎず、空母3隻を失った日本側の被害はより甚大であった。10月17日連合軍がレイテ湾に上陸すると、日本軍も小1号作戦を発動して迎撃態勢を取る。もはや正面決戦できるほどの戦力が日本軍は空母を取りにしながら敵輸送船の撃滅を目指そうとするというのが、レイテ沖海戦の内容になっていますね。では状況説明から見ていきましょう。ちょっと真ん中、一番真ん中にいる人が若かりし頃の松坂に似てるなと思うのは僕だけですかね。ちょっとね、話全然違いますけど、松坂また怪我しちゃって開幕絶望になってますけど、大丈夫なのかな。もう世代的には僕はちょうど松坂世代と呼ばれる世代なんで、応援はしてるんですけどね、ちょっとねこのまま引退しちゃうのは残念かなと思うんで、もう一度ね復活してほしいですよね。さあ、では参戦させる艦隊ですね、選んでいきましょう。まずは、第一艦隊ですね、まあ、いわゆる栗田艦隊と呼ばれていたのがこの第一艦隊ですね。実際このレイテ沖海戦ではこの栗田艦隊がね、レイテ湾に突入しないまま終わってしまったっていうのがあったかと思うんですが、今回はねこの第一艦隊主力で戦っていきたいと思います。なんといっても戦艦大和、武蔵、これらの火力をまあどれだけ活かせるかっていうねところになってくるかなと思います。で、あとはですね、どの艦隊を出すかというところなんですが、どうしようかな。今回はですね、もう夜襲にかけようかなと思っているので、第5艦隊、この空母随格とかね、あと軽空母を持っているこの第5艦隊は参戦させずに、まずは金剛春菜、この辺り持っている第2艦隊は参戦させましょう。で、もう1艦隊どこにするかですよね。この第3艦隊に関しては戦艦を2隻持っているものの、艦船数が7隻と、まあ、ややちょっと少ないかなっていう印象も、まあ、これだけを見るとありますよね。で、一方の第4艦隊に関して言うと12隻あるものの、まあ航空戦艦になっているので、主力艦がどっちがいいのかね、ちょっと悩ましいですね。そしたらここは第3艦隊にして、戦艦の火力で一気に撃破しに行くっていうのがいいかな。今回はじゃあ第3艦隊、こちらで行きましょう。以上、第1、第2、第3艦隊をレイテ沖に出撃させていきます。で、目的はですね、まああくまでも敵輸送船の全滅というところなんですけど、敵の、まあ、艦隊も撃破していく必要があるかなと思うので、まあ、敵の艦隊を見つけつつという動きになるかなと思ってます。で、そう考えると戦力的に充実している第1艦隊、第2艦隊、まあ、これらがね、重要な働きをしてくれることになるかなと思うんですが、第1艦隊、第2艦隊をでは
塔の上の方から。で、第3艦隊をその下につけましょう。で、ルートとしては、第1、第2艦隊を、塔の上から、で、第3艦隊を下から回してですね、夜襲で確実に敵を撃滅する、撃破する、撃ち漏らさないようにするっていうね、戦略でいきたいと思います。早速敵の艦隊がもういるのね。もうなんてことはない、普通にもう敵がいるっていうね、状況になってますね。ここは輸送船団についていきましょう。で、第2艦隊もすかさず追いましょう。クリータ艦隊をうまい具合に出していく形になるかなと思います。日没とはいえまだ敵の爆撃機が飛んできますね。ここは武蔵ヤマトの火力でガシガシ沈めていきましょう。それにしてもすごい数だな、敵の艦船数はね。とかね、そのあたりは捨てていきましょう。どちらかというとヤマト武蔵の主力艦で打ち合いに持ち込んでいきましょうね。で、接近戦で魚雷をもらいすぎるってのはあんまり嬉しくないな。今まさにその状態になってるけど、雷撃戦になっちゃったのが良くなかったかな。砲撃戦にね、持ち込んだ方が良かったですよね。ヤマトが早々に沈んだな。まあ、ただこっちにはまだ武蔵が残ってますからね。さらに第2艦隊も、こちらの第2艦隊も突入しつつあるので、このまま行きましょう。敵の進路を塞いでいきます。このレイテではね、武蔵はレイテ沖に突入はしなかったんですが、武蔵が逆にね、沈没撃沈されましたよね。空母の数が半端ないな、それにしてもアメリカ軍の方が。
敵の空母を追いましょう。今のうちにね、夜のうちに敵空母を追っていった方がいいでしょう。ちょっと前半雷撃戦になっちゃったのがあんまり良くなかったよね。さあこのまま敵の空母を取り逃がすと夜が明けるとまずいことになるな。今後をちょっと離脱させますかね。武蔵ももう戦えないな。敵の航空機がそろそろ離発着できる状態になっちゃうかな。お、レイテ海戦はとはいえ勝利にはなったが、まあこちらはねヤマトを失うっていう大損害が出ましたけど、ちょっと結果を見ていきましょうか。やっぱり最初にもう敵と交戦状態から始まってしまったのが良くなかったですね。あの状態だと敵の雷撃をだいぶヤマト武蔵に集中して受けてしまったので、まあ、そこから盛り返すのがなかなか難しかったですね。さあでは結果見ていきましょう。まずは第一艦隊の方でいうと機関ヤマトが撃沈されています。武蔵は生き残ったものの大破、長門も沈没、もうかなりの艦船数を失ってますね。まあ、駆逐艦とかはねいいにしてもというところですね。第2艦隊金剛は健在、春菜も健在、まあ、第3艦隊も山城はじめ失ったのは駆逐艦だけで済みましたね。山城は残ってます。で敵の方はというと、まず軽空母モントレー、まあ、軽空母だけか。正規空母をねやっぱ撃沈させておきたいですよね。ホーネット、ワスプ、この辺りをね。あとはまあ駆逐艦をかなりの数沈めていますと。で第2艦隊の方はというと、戦艦とはどうだろう、あまり攻撃戦にならなかったイメージがありますね。 SX レキシントンといった正規空母は沈められませんでしたと。であとはエンタープライズ、フランクイン、まあ、この辺りは沈めることができてますね。まあ、突入のタイミングが敵と海戦するタイミング、海敵するタイミングがもうちょっと違えばもう少し戦果を上げることもできたかもしれないかなとは思うんですが、まあ、結果はご覧の通りになっています。はい、レイテ沖海戦いかがでしたでしょうか。次回、ショートゲームモードとしては最終回としてヤマト特攻を、まあ、沖縄戦ですね、お届けしていきたいと思っています。でその後はいよいよキャンペーンモードプレイしていきたいと思ってますので、提督の決断と楽しみにしていただいている方、引き続き、キャンペーンモードまでお付き合いいただければと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が
面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。